皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。フィリピン国家警察の役員たちは会議中に抜き打ちでの薬物検査を受けました。この薬物検査は PNP の指揮グループ、指導スタッフ、地域ディレクター、国立支援、ユニットディレクターなど合計89人の役員を対象に実施され、PNP 長官のベンジャミン・アコルダ・ジュニア将軍も参加し、全員に陰性の結果が出ました。また、1月1日から8月31日までの間に約11万5000人以上の職員を対象に行われた薬物検査では、セサール・ジェレンテ大佐を含む25人の警察官が陽性反応を示したと報告されています。警察トップが全員陰性で安心しましたが、この結果さえ信用できない私はフィリピンの裏事情を知ってるがゆえなのでしょうか。第二次世界大戦後にフィリピンに取り残された日本人のマルガリータ・ヒロコ小山さんが入国管理局通達2023-004フィリピン日系人に関するガイドラインの下での初のケースとして9月10日にフィリピンを出発し、罰金などを払うことなく日本に到着しました。小山さんは2017年に日本国籍を回復し、2019年に日本のパスポートを取得していましたが、フィリピンの移民局から高額な罰金や料金を課せられる可能性があるため、長年日本に帰国できませんでした。第二次世界大戦の爪痕がまだ残っていることに驚きですが、これがきっかけで他の残留日本人も安心して帰国できるでしょう。シュガーベイビー、いわゆるパパ活女子と、シュガーダディ、いわゆるパトロンを結びつける高級デートプラットフォームとして有名なシュガーブックは、フィリピンにおけるトップ5の地域を明らかにしました。メトロマニラが144,462人のシュガーベイビーと33,749人のシュガーダディで1位を獲得し、以降カラバルゾン、セントラルルソン、セントラルビサやノーザンミンダナオという結果でしたが、メトロマニラが圧倒的な人数でした。このプラットフォームは経済的に困難な状況にある女性への選択肢を提供し、彼女たちが富とステータスのためにお金持ち男性とデートする機会を提供することを目的としています。シュガーブックは2024年末までにフィリピンで30万人以上のユーザーに到達する計画です。フィリピーナとの出会いも時代とともに大きく変化してきましたね。アフリカ系アメリカ人のタイロン・ベネットはニノイ・アキノ国際空港のターミナルさんで空港警備員を襲撃した後、暴行の罪で告発されました。事件はタクシー運転手がベネットが運賃を支払わなかったことに腹を立て、ベネットを追いかけた際に発生しました。ベネットがターミナルに入ろうとしたところ、職員により航空券と文書を求められましたが、ベネットはそれを提示できず、職員と口論になったとのことです。最終的にベネットは手錠で拘束されました。運賃未払いも驚きですが、無理やり中に入ろうとする行動も理解できないものですね。いろいろなと後者がいます。皆さん気をつけましょう。付き合っているフィリピーナに思い切り噛まれた経験のある方は多いのではないでしょうか。なぜフィリピーナは彼氏の耳や肩、腕、時にはあそこを噛むのでしょうか。実はフィリピーナにとって噛む行為は愛情表現の一つなのです。特に幸福感が高まり、相手のことが好きで好きで仕方ないと感じた瞬間に噛むという行動に出るのです。もしあなたがフィリピーナに噛まれた経験がないとしたら、残念ながらフィリピーナが本気であなたを好きになっていない可能性がぐっと高くなります。中には全く噛まないフィリピーナもいますが、多くのフィリピーナは愛情表現の一つとして噛むということを覚えておくと良いですよ。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。